は日本のラグビー選手祖父は医師父は歯科医師という環境で生まれ育ち5歳児に限界ジュニアラグビークラブでラグビーを始める中学時代は陸上部と掛け持ちで活動福岡県立福岡高等学校時代は2010年度の第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場し 一回戦の本郷高校戦では試合終了間際にトライを決めチームを逆転勝ちに導いた医学部のある大学への入学を目指すが受験に失敗し一郎寺の国公立大学二次試験の後期試験で受験した筑波大学情報学軍に合格し2012年同校に入学同校ラグビー部に入部した対日本体育大学戦が、 関東大学ラグビー対抗戦の初の出場試合となったが、実に6トライを挙げる活躍を見せ、その後も主力メンバーの一人として、筑波大学の対抗戦初優勝に貢献。さらに、続く第49回全国大学選手権でも、筑波大学初となる同大会準優勝に貢献した。2013年2月、ジュニアジャパンに選出された後、同年4月、 日本代表に選出された。初のキャップ獲得試合は4月20日のフィリピン戦。そして6月8日及び6月15日にそれぞれ行われたウェールズ戦ではいずれもスタメン出場を果たし、15日の試合では対ウェールズ代表戦初勝利のメンバーとして名を連ねた。2015年。 第51回全国大学選手権で2回目となる大会準優勝に貢献した。また、同年8月にはラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれる。2016年パナソニックワイルドナイツに加入し、同年7月にはリオデジャネイロオリンピックの7人制日本代表に選ばれた。また、同年9月17日にジャパンラグビートップリーグ第4節の サントリー・サンゴリアス戦にて、先発出場で公式戦初出場を果たす。さらに、同年11月には、スーパーラグビー・サンウルブズの2017年スコットに入った。2019年8月、ラグビーワールドカップ2019の日本代表に選出された。大会直前の負傷により W 杯本大会、開幕戦のロシア戦は欠場したが、2戦目の アイルランド戦以降の4試合に出場して通算4トライを決め大会後に大会公式ウェブサイトが選ぶ大会を盛り上げた別格だったマグニフィセントセブンに選出された2019年ワールドカップを最後に15人制日本代表を引退2020年トップリーグに2試合出場した以降のプランとして2020年東京オリンピックで7人制 ラグビー出場を果たした後に現役選手を引退し医師を目指すことを公言していたが新型コロナウイルス感染症の流行により東京五輪が2021年に延期されたことで五輪出場を断念した2021年2月20日順天堂大学医学部医学科に合格したことを自身のツイッターで発表した選手として最後のシーズンの千二十一年は ジャパンラグビートップリーグ2021に参加した。負けたら引退ということで臨んだプレイオフトーナメントでも活躍し、5月23日の決勝戦では5試合連続となるトライを決め、チームを5年ぶりの優勝に導いた。また、この試合は第58回日本ラグビーフットボール選手権大会の決勝を兼ねていたため、高校大学社会人を通じて、 自身初の日本一となり優秀の美を飾った。翌24日に行われたトップリーグの年間表彰式で初の最優秀選手に選ばれた。またベスト15にも選出された。ありがとうございます。